ちは。国の思いを一つに、オリバーたちは灰の女王誕生の真実を知る。しかし女王はなお世界を滅ぼそうとする。今こそ二の国に生きる全ての人々の力を結集しよう。というわけでいよいよ最終決戦前まで来ました。来たよ雫。あの宮殿内に入るんやぞ。ふんわりパンとかカットガンでええんか。MPK はちょっとだけ買いました。で大量のカレー持ってます。よし、よう小僧、みんなお忙しだろ。しかしな、準備の段階で体力を使い果たしちゃしょうがねえさ。いいか、お前さんたちは主力なんだ。準備は他の連中に任せとけ。決戦は明朝だ。きょんとこはゆっくり休んでくれよ。寝床は用意してるぜ。もう寝ちまってか。あ、決戦に備えて休ませてくれるんだ、わざわざ。休みましょう。よし、今のうちにゆっくり休みな。優しい。次ラースに話しかけるといいんか。なんだよ、なんかみんななんか配置が変わってる。灰の女王はこの世界を消すつもりなのですよね。空より降り注ぎし悪魔により、世界は滅びを迎える。古より伝わる伝承の一部です。先の灰はその伝承と同じなのでしょうか。なぜ灰の女王はそんなことを。どうだ、ゆっくり休めたか。見てみろよ、みんな集結してるぜ。さて、メイラの出番だ。遠慮なく思いっきり暴れてこい。いいんですか。あれ、ほんとみんな来てるかもしんない。同じだけど仲いいね。違うとこの兵士がいっぱいいる。ポルコもいたし。ヤンダールが歩いてるのあんまり見ないよな。この飛行艇にずらりと並んだ大砲を見たか。決戦の時にはミーが指揮を取るからな。あの憎き灰を降らせた象とやらに目に物見せてやろうぞ。なんか笑っちゃうんだよな。でかっ。こうして他国の兵と共に戦う日が来るとは感激であります。いや、ほんとそう。ニャンダル国王様、かなり張り切っているけど大丈夫かな。ね、大丈夫かな。オリバー、今度こそ最後の戦いだよ。もちろん私たちはクロちゃんに乗ってあの宮殿に行くんだよね。おい、聞いたか、帝国の最新兵器イベリコファイター。まさかこんな秘密兵器を用意してるとはな。この戦い勝てるような気もしてきたぜ。何、イベリコファイターって。で、懐かしいのいる。お、雫兄さん、つか、どこいたの全然。ジャボの城いなかったじゃん、そういや。おい、お前ら何してん。見ればわかりますやろ。ジャボの城に攻め入る準備ですわ。なんやて？ジャボとの決戦に向けましてね、いろんな武器をね、揃えてきたんですわ。なんやて？あれから数ヶ月、ようやくジャボの城を突き止めましたで。ほら、あのごっつい角生えとる城。な、自分らずっとジャボを偵察しとったんか。もちろんですわ。あのな、言いにくいんやけどな、非常に言いにくい話やねんけどな。あれ、ジャボの城ちゃうで。え？え？いや、話せばえらい長なるんねんけどな。ジャボとっくの昔に倒してしもてん。はい？はい？はい。ほんまかいな。俺らのこれまでの苦労は何やったんや。ほんまやで。
でもジョボじゃないけど今もう決戦の前だからさ、二人が用意してくれた武器もきっと役に立つはずだよね。お前ええ子やないかい。ユニコ、お前の夢やったやろ、兄さんたちに俺らが用意した武器を役立ててもらうんや。ああせやな。なんとマジここに来て武器屋来る。もちろんお代金はいただきますけどね。え、金取るんかこの流れで。お金ないよ。3225しかない。ゲー、使えそうなもん集めてきましたね。必要なもんがあったらニコに行ってください。マジかよ、そんなことあったっけ。なんか必要なもんありますか。これ集めるのにだいぶ費用かかってるんで、お代金はいただきますけどね。おいー、買えねえよ。おい、あ、でも弱い。勇者の剣、すごい器用さが上がる。え、これすごい。歯が急所に吸い込まれるという魔のナイフ、めちゃめちゃ上がるな。相手をたまに一撃で倒すことがある。相手をたまに封印状態にさせる。へぇー。オーガアックス。あ、これ欲しい。でもすごい下がるけど。鬼が使っていたとされる斧。へぇー。190。まあ、結構上がるな、これ。すごいな。銀狼の爪。全然買えまへん。全然買えません。ギガントメイル。受けたダメージの一部相手に跳ね返す。あ、これいいやつじゃん。展開のローブ。受けたダメージの一部が回復する。全然買えないけど進んでっていいかな。セレブリティマント。華やかで美しい見た目のマント。着ると偉くなった気がするが、気のせい。ミラーシールド。相手の攻撃を自動でガードしやすい。縦装備できるやつ、そういや、一体ぐらい欲しかったなぁ。あんま可愛くないんだろうなぁ。いないってことは。マインドイーター。あー、これもめっちゃ上がるね。全然買えない。兄さん、うちの商品で世界救ってください。結局、儲けすぎじゃんね、この妖精たち。もう、がめつい、がめつい。くろ。僕に乗って宮殿に行くんだよね。僕はいつでも飛べるよ。あ、出ません。かわいいな。あ、いた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 。どこ見てんですか。三国が手を取り合い共に戦う、今までには考えられないことだ。人つながりだ。そうだ、その話聞いたから。レイナス、宮殿で苦しんでるの。オリバー、助けてあげて。うん、分かってる。僕たちは最後まで諦めないよ。なんとかしてあげないと。あ、してあげたいよな。あれ、あの人は。おはようございます。いよいよこの日が来ましたね。我が国の魔法の放棄に乗ったクラフター部隊はなかなか優秀ですから、期待していてください。え、めちゃめちゃ気になるそれ。あれ、ジョーどこにいんだろうね。いない。あの巨体が見当たりません。いないな。黒よりさ、もしかしたらでかいんじゃない、女王様。そうかも。よし、ナース。おはようございます。我が防具帝国はこの度の総攻撃のために新たな力を戦力に加えました。その名も小型戦闘用飛行艇イベリコファイター。美味しそうだな。三王家の力を合わせ、飛行宮殿の機能を麻痺させます。そして二度とあの忌まわしい聖杯を降らせないようにしなければ。はい、ラースさん、総攻撃は間もなく開始です。オリバーたちの準備ができたら合図をください。その時がいよいよ総攻撃開始の時です。わかりました。行きましょうか。お金なくて装備買えなかったけど。はい、それでは開始いたしましょう。飛行宮殿への総攻撃を。皆さん、
時は来ました。これより灰の女王の宮殿に進撃いたしましょう。おー、大丈夫、僕たちを信じて。行け大砲よ、火を。一方的すぎやしねえか。うん、変だよ、何も反撃してこないよ。行かなきゃ。ココル待って、僕も行く。ちょっと私も。あ、しょうがねえな。待て待て、主役を置いていくな。みんな準備はいい？おい、本気で出発するのか？なんか攻撃の中を。じゃあ降りる。バカ言うだって。待ってください、忘れていませんか、私も皆さんの仲間です。ラスさん、うん、一緒に行こう。はい、クロ、お願い。すごかった。ああ、綺麗。シドの宮殿。おい、あんだけの攻撃でビクともしてねえぜ。やはり聞いていませんでしたか。しかし良いのです、あの作戦の本当の目的は二の国の人々の気持ちを一つにすること。あ、そうなのか。いや、ならいいんだけどよ。ジャイロったら、いざって時にも臆病なんだから。いや、俺はな、人より慎重なだけなんだって。みんな、この先に灰の女王レイナスがいるんだ。レイナス、あ、びっくりした、勝手に動いちゃった。よし、プロはここで待っててくれるんだね。よし、じゃあ行くぞ。行くよ、しずく。広そうな宮殿やな。地図を見ながら進むしかないな、これは。うん、なんや、綺麗なところやけど静かすぎんか。そう、静かすぎるよね。そして綺麗。帰りは黒に乗って帰ろうか。そうだね、よし、行ってみよう。めちゃくちゃいい。うわ、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 あの機械たちだ。これ、めちゃくちゃラピュタっぽい。ぽくない？あ、セーブポイントある。あ、でもいいか。両脇。両脇に行く？いや、すごいな、これ。あ、なんかいる、なんかいる。なんだ、あれ。おぉ。なんだ、なんだ、待って待って。騎士ドース。白ニョロリー。白ニョロリー。皇后から、パスか。すごい。最終進化、皇后にもう一種類。一気にした、よかった。いってててて。痛い痛い、いろいろ痛い痛い、いろいろ痛いけど、なんかここの出てくる敵も位が高そうな感じする。この見てよ、この何これ、鳥の進化系かな、これ。大したことねえな。白い鎧着てたね。これ、去ってくるんだ、あいつは。
ガー、アフェルマールとか、ドルッチもいる。うわわわわ、そうそうたるメンバーですけど、どうしよう、ドルッチから倒す、フェルマールがいいか。ドルッチやばそうだけどな。暴発やった方がいいかな。あ、でも意外といけそう、人に倒せそうな。よかったよかった。こう見るとあれドルッチっていうか、ルッチ系結構小さいんだね。よし、食べた。すっとこ出たジャームス、あ、ジャームスね。ぐすっとこいけるかな、これ。逃げちゃうよな、すっとこいけ。当たんない、当たんない。頑張って、倒したい、倒したい、倒したい。魔界の海声とかやめて、逃げちゃうから、その間に倒したい、倒したい。効かない、効かない。よっしゃ、倒した。経験値、経験値必死だもん、もう見かけたら。ここで経験値稼ぎができるというね。うん、やった。もらえもらえる。うわうわうわ、29241だと経験値やっばー。でも全部レベル上がんないっていうね。どんだけ。だってレベル2も上がったもん。そんな4も上がってるよ。おい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 、サイトも4上がったし、おとりガード覚えた。よし、いやーすごい、すごいことに春が進化できる。10も上がったし、ストームブレード3も上がってる。眉間抜き、イエーイ、ぶちかまし。どうしようかな。ぶちかましは拳に込めた力を一気に放ち、敵を貫通して物理ダメージを与える。物理ダメージ系か。もうヘロヘロとかいらないよな。マインドスロー、ヘロヘロ。あ、最大レベルになった。すごいことに。待って待って、まずなんだっけ。ぶちかまし、こっちに変えて、あと何覚えたっけか。あ、ストームブレードとかがいいとして、これもいいとして、おとりガードだ。おとりガードにしよう。野生の雄たけび、おとりガード。キツー、これはいいとして、あ、で水流が最大になったんだよね。進化させようぞ。ムーンか、ムーン、ムーントラップ。ほんとスタートムーンがめちゃめちゃなくなるんだけど、何に変わんだ。あー、うわわ、本流、天流、どっちにしようかな。放水バズーカ、竜巻、ヒートブです、眠りの歌。何覚えるんだろう、それ次第かな。調べるか。あとね、なんかどっちも同じような感じっぽいんですよ。本流のがまあ技が良さそうなのかなっていう感じはするんですけど、
あんま変わんなそうなんで、見た目がなんかこっちの方が可愛い感じがするので、天竜にしようかな。うん、なんか本竜はエンカウントできるっぽいんですよ、農屋近くのみ多分だから、天竜にします。こっちにする、天竜に進化します。はい、悩むね進化、本当に。かわいい。かわいいじゃないですか。ヒットブレス、噛みつき、うんうんうん、楽しみ、かわいい。よし、なんだっけ、あ、これ開けんなっけ。何してたのか分かんなくなっちゃう。もう一回出てこないかな。経験値稼ぎ、獣王の爪は持ってなかったっけ。上がるじゃん。すべての獣の頂点に立つ獣王の爪、すごい。なんか戦うのも楽しみだな。ここ行けなかった。あれもなんか可愛い感じがするんですけど、なんか光ってる輝きが、あれか、白騎士か。白騎士じゃないけど、あるです。硬いの先倒す、あとでいっか。構造から変えん、全然避けられてない。確かにこれ MP 中だね、回復。普通になんか進むだけで MP 尽きてきちゃいそう。かわいい。あ、スノードロップチョコとかありがたい。いや、水流やばい、かわいいかもしれん。ここにいいか。曲がれたね。お、うら、やばい、たる、よし、すごい宮殿。君は誰だい。ムーン。また色違いか。カブールとかマジ怖いな。ごめんから。カブールとかあれかな、野生のおたけみとかやってくるのかな。だとしたらちょっとめちゃくちゃ怖いんだけど。やられる前に倒そう。で、このやっぱこれ何系っていうの、石板系？硬いね。壁役できるんだ。この調子で行こう。ちっちゃいからなんか弱そうに思えたけど、めっちゃレベル上がった。もう70目前っていうやばさよ。かわいい。今じゃいないかな。あれ、これなんかワープ的な、行ってみよっか。不思議。ん？あ、びっくりした。妖精の連役だけか。
すごい、しかし。くそ。とパイプだって。とパイプ。わあ、すごい。昔仙人が愛用していたというパイプ。その煙には不思議な力がある。仙人だけどわしは一人じゃ。おお。アイテム集めしなきゃな、そういや。合成もなんかある程度やりたいし、な結局なんか やってっちゃうっていう、なんていうの時間かけてこんなやるつもりなかったんだけどな、二の国。ある程度はやりたいよね。あ、ソウルだってかわいい。しかしドルッチ小さいな、これ。ちっちゃい戦士。火の攻撃が痛いんだよな。あ、やばい、出たダメージに。いった。ホールもかわいい。あ、シャイニング77。いったー。いってー、やばー、強い。大したことねえな。強い、みんな。さすがラスダンの敵。星の真珠。それよりもな、星の真珠かわいい。これ尖った部分が星の形に見える真珠。触るとなぜかほのかに温かい。へえ。何君逃げてたんか。あ、どうってきたんだっけ。つか逆側行こうじゃん。なんか機械兵みたいなやつ謎だよな。回復しよう。ちなみにこの奥って、あ、進めないんだ。両脇から行くのか。黒がかわいい。いるいる。し、行くぜ行くぜ。またいるまたいるまたいる。あー、追いつけないかも。消えちゃった。くっそー。もうちょっと遠くから見えてればな。かわいいよな。でもすっとこ。疲れく？これは大丈夫だ。見たことある。あれも見たことある。当選簿してる。あ、またワープか。はい。何もなさそう。何にもないとこある。ああれだ。君は逃げないんか。逃げるな。もやをなくしてマップの。このまますぐ行けばいいのか。鳥しのき、しどき士を追っていって。あ、君か。ここは何も奥に見つかりそう。あ、見つかった。
かけてきてるよね。曲がってこう。なんか広いとこ出た。いけない感じ。あ、やっぱこの大きいドアみたいなの進めないんだ。こまごま進んでくんだっけここ。なになに、ゴリ？敵なの？うわあ、ゴリだ、ゴリ。発しとく。よ。え、やってる間にニャニャンしよう。ああ、なんだこれ。欲しい欲しいゴーリー。わあ、この調子で行こう。あれ、もしかして横にいるやつ全部襲ってこないよな。そうだとしたらめちゃくちゃ怖いんですが。ねえ、これさ、びっくりしたわ。もう本当だよ。なんやこのごっついラボ、襲ってくるなんて聞いてへんで。でもさっきの僕たち見たことあるよね。ある。ああ、いろんな森や洞窟でピクリとも動かんようになってたやつやな。まさかこんなところでそいつらに襲われるとはな。でも地上で見かけたやつも昔はこの宮殿で女王を守ってたのかもしれんな。そうかもね。まあロボの気持ちなんかわからへん。これから先はあいつらにも気をつけていこうか。マジで怖い。なんとか入り込めたな。レイナスのところまで行くで、ね、行くけど、これ全部来るかな、やっぱり。あれ、そんなことない。みんなじゃないんだ。なんだよ、一斉にちょっと逆に来てほしかとは。怖いけど、これも来るんじゃない？襲って来ないですね。あ、びっくりする。あ、これ違う、ゴーリオンだ。ちょっと違う。よっと、行くぜ。怖いわ、進化系。レーザー、いいレーザー。うわうわ、あんなん出そうだけど。確かにああいうの出そうだけど。すごい、欲しい、マジで。なんか同じ機械系だけどさ、ゼンラインとかとやっぱまた違うんだよね。ああ、大したことねえな。ところがすごいちょこんって置いてある。また動くんじゃないですかこれ。ちょっとやっぱびっくりしちゃう。君の精神、よしよし。何、今度どういうゾーン？また広い？いる、違うキャラだ。いいから行く？さあ、白騎士出てきて。あれか、あ、でもこの先多分行けなさそうだよな。この扉、多分開かないから。そうだよね。扉のように見えて扉じゃないのか。そんなことあるか。お、
スガヌーク、なんか眉毛立派じゃない？一見ちょっとかっこいい。ネムーンまで来た。ネムーンはちょっと良すぎて、やっぱ顔が。スガヌークのさ、なんか顔がいいのかな、あれ。何が仲間になりたい？ネムーンごめん、いらない、いらん。ひどいよな、これ。この調子で行こう。光の柱だって。何度覚えていくな。これ良さげだよね。味方一人の HP を完全回復きたよ。シャボンブドウはいらないな。はい、光の柱ありがたい。吉の雫、光の柱、これでもう層を回復。よし、なんだっけ、あ、行き止まりだったんだ。ソイ、なんか道みたいのが、あれ、どこ、ここね、そういうことか。なんかさ、向こうに見えたんだけど、あ、セーブポイントある。じゃああっちが進むんかな。あのセーブポイントまでで今日終わりにするか。ヘビと、ラッパと、宝があった。女神の涙。君。逃げるなーい。コッツ元帥来た。コッツ元帥来たよ。待って、じゃあ下に倒して、すごいな、すごいの来たぞ。待って、ボコボコにやられてるけど、コッツ元帥が。ちょっとね、骨系結構好きなんですよね。かわいい。なんだっけ、まだ取ってきたから、そうだ、細い道を、ほら、なんだよ、怖ー。リバよく行けるよ、高そう。でもさ、多分火山デカロックさんの方が怖かったよね。なんか火吹き出してきたし、あれもよく進んだよな、受けだけど火。あ、ある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 。どっから狙えるんですか。いや、そっちじゃない、どっから狙え、あ、いけた、行こうぜ。なんだ、グロリアスダンス、すごい、どんどん強い装備が手に入る。栄光の輝きを放つより、これで戦う者は必ず装備を呼び込むと言わせている。おー、すげー。よし、あ、やり、進むだろ。なんかラストダンジョンって楽しいですよね。あまりにもさ、なんかまがまがしいあれは嫌だけど、お、可愛い子がいる、ほっとくけどね。
向こうだ、向こうの細い道を進んでいこう。ウェーブポイントだから多分やっと半分かな。雫の、あ、そうか、雫逆向きだとあれ鼻が当たっちゃうのかもしれん。そうかも、だからの向きなのかも、細いとこ進むとき。よし、じゃあ今日はここで終わりにして、次回進んでまた行きましょう。はい、楽しみですね。あと多分 1,2 回かなで終わりになるかと思います、本編は。はい、ではご視聴ありがとうございました。